せーの、めんどくさいレジェンド。めんどくさが伝わってくるような声で言ってみました。作業終わって、作業をやってね、まあ、裏の作業で、まあ、こんな感じで敵をバンバン倒しまくりました。なかなか強かった敵もいますよ。でもって、このおっさんだけは戦うんじゃなくてね、なんか会話を聞くような感じだったんで、残しておきましたっていうか、残っておりましたって、かわいそうに一人で。ここは腐ってるぜ。酔っ払いしかいねえ。お前もそれっぽいけどな。てか、お前と同じような顔のやつたくさんおったけどな。酒屋だから仕方ないとは言えば、それまでだが、悪酔いするやつが多すぎるもんだ。どいつもこいつも乱暴になりやがる。乱暴になるだけじゃなくて色も変わっとったよ。肌の色がえらい色に変わっとったもんな。どうだ坊主、俺の頼み聞いてくれねえか。いいよ。話が早くて助かるぜ。報酬くれるんやろうな。いえ、100万ゴールドくらいくれるんやろうな。私は金だけが行動の原動力になっております。すでに何人かやっているかもしれないが、ここに大した倒した俺やったー、なんかやったー。このまま報酬くれるパターンや。やったな。27に多分倒した。完了したら俺に話しかけてくれような。礼はするぜ。よっしゃー。え、あ、そうか、右上にまだ3人おった。この2人、この3人も変わっとんじゃん、まずね、この二人から話しかけるけど、この二人どっかで見たことあるんよな。スタ、確かこいつの名前スタンビーとかいう名前だったよね、気がするの。で、ね、こいつは豚野郎って名前だったと思うよな。うん、スタンビーと豚野郎だったと思うよな。スタンビー&豚野郎シリーズみたいなのがあったような気がするよな。なんかちょっと違う気がするけどな。うん、まあ、話しかけていこう、このスタンビーから。別に酔ってないけど、戦うか。なんこいつ、すごいけど、男かと思ったら女の方でしたか。なんて読むかわからんな名前だったしね。よっしゃ、もう手加減せんぞ。バリバリ必殺技使いたいところやけど、ダブルスラッシュ使えない。このゲームレベル上がらんタイプのゲームらしく。あ、フレンドが状態以上になった。状態以上消えた。今の状態以上何だったん。もう何かわからんまま終わってしまったけど。あ、ちなみにね、補足しておいたら、フレンダに前に勝ったって言ったら、あれ倍速 1.8 倍速ぐらいにしとったけどさ、聞こえてないと思うけどね、フレンダにお守り的なもの装備品でね、HP がちょっとずつ回復する、毎ターンちょっと回復するようなやつ装備させたんで、見てください。全然減ってないですよ。攻撃食らってるんですよ。ちゃんと攻撃は食らってるんですよ。けど回復はすごい早いんですよ。すごいでしょ。というアイテムがあります。これからめんどくさいレジェンドを始める人にとってはおすすめのアイテム。なこれ、 HP が大きく減るまで回復しないとはうかずだったな。ひー、こっちか、よかった。フレンダーはもうさ、全然 HP 減ってないけんな。減るところが面ぐらいに減ってないけんな。これは勝ったな。ほら、甘いな君、浮かずだったなって言いたいけど、こっちのセリフだよ。ののの王者は死んだけどね。なこれ、スタングで。あ、ちゃう、このキャラクターの名前はスタンビーや。スタングじゃないよ、スタンビーなんよ。あれ、俺が間違っとんかな。え、スタングなんこれ。スタンビーだったと思うんやけどな。ツインビーの文字みたいなんで、スタンビーだったような気がするんやけど、まあいいや、ケンデニーだ。やったぜ、ベイベー。あとは豚野郎だけじゃ。この時豚野郎って名前だったかは知らんけど、なんで攻撃力低っ、なんだそれ。こういうイベントで手に入るもんやっけ、もうちょい強いもんかと思ったけど、鉄のやつよりかはと同じなんだったら、正確やけんこっちのスタングだったっけ、スタンビーじゃないん。え、おかしいな。え、スタンビーだったと思うんやけどな、なんてことを言いながら。前回小さい方止まったんで、あえて大きい方止まってみます。何も変わらんと思うけどね。なんかかわいそうやもん、イベントとかあってほしいんやけど。はーい、何もなーし。はい、出るときも何もなーし。 HP 回復するだけ。はい、20ゴールド分返せ。あ、上2階のやつ話しかけてないな。困ったな、
サンタと一緒にこの町に来たんですが、サンタにお城に行くと言ったきり帰ってこないんですよ。知ってる。そのサンタさん、酔いつぶれたのかのように孤独寝てたね。もう崖から突き落としたい一心でしたよ。困ったな。俺らだって困った。もうお互い様なんよ。困ったのはお互い様なんよ。むしろ俺の方が困ったんよ。わかる？サンタがおらんかったらプレゼント配れんってか。知るかボケ。よせよ、おうかな。あ、そうですか。頑張ってね。あら、リリシー子、これをあげるわ。ん？おい、あった。アルコールゼロとか、めっちゃ欲しいやつじゃん。また話しかけてくるなんて、ズーズーしようで、制裁よ。そんなんないし、おばあさん、えげつない姿してるね。おばあさん、人類じゃなかったんだね。両生類だったんだね。魚類だったんだね。あ、強い。しかも、おばあさんめっちゃ強い。うちの城に雇いたいレベルで強い。やばい。タング倒してからセーブしていくね。だーれだゴーこいつ、いかにも酔っ払ってるような顔してたな。てかかっこいいな。お前、やたらかっこいいな。さっきのおっさんみたいな面はどこ行ったん？なんてことやん。ボーネット、おかしいな。こいつボーネットって名前じゃなかったと思うんやけどな。豚野郎だったと思うんやけどな。豚野郎とか言うてさ、隣のスタンビーにさ、なんかすごい仕打ちを受けたりするんよな。ん？苦手な属性で攻撃をしない限り、私はなかなかやられませんよ。あ、そうなん？結構食らってると思うけど。今ちょっとすごいダメージ当たった気がするんやけど。あ、強い。あの剣何？強いんやけど。あ、そうか。属性水飛んじゃ。スタンビーだったかの剣で属性ついたんじゃ。属性でこいつの弱点だったんじゃ。ははは、やったぜ。隣のやつがいいボルキーもらったんだよね。まだ2割しか食らっていないといったところでしょうか。マジで結構耐久度高いけど、お前攻撃してこんのかい。その日本の剣は何なの？見せびれかし行きだ。ちょっとそういうのにイラつくんですけど、そういうのイラつくんですけど、かフレンダーダブルスラッシュしてやるから。耐久度だけは高い。こいつチーム隊はゴキブリか。前世ゴキブリか。あれで2割だろ。こいつ考えるな。まだまだ知りませんぞ。くそゴキブリ野郎め。豚野郎じゃなくてゴキブリ野郎じゃん、これ。頼って、行くぞ。よいしょ。フレンダーはダブルさんしまったか。よいしょ。けどこれすごいな。属性苦手なやつに対してめちゃくちゃダメージ食らった。随分と諦めが悪いようですね。いや、そうだ。プッ。しかも連続で使ってくる。そんなんなしやろ。そんなんなしやろ。やつあかんやつや。もうなんか危機を犯してるわ。もう、右腕とか、失ってしまえ。危機を犯してあげん。右腕とか失ってしまえ。いやいや、でも一緒に。もう一回同じのを思ったらちょっと作ってみよう。あいつは MP ってもんがあると思うんやけど、相手には MP ってもんが、こいつ全然こいつこんな。そのさ、まだこの町が、あと2割でいいことない。あははは、まだっか2割なんだろうな。2割なんだったらもうやろうな。でこいつ本当に回復できるもん、こんなにしてさ。見かけどうしちゃうこれ。明らかに8割から2割まで下がるんだから、回復量があったんやろ。見かけどうしちゃう、やっちまえ。あいつ絶対返せないからな。返せないようなオーラ出すわけやな。ケイカさん、剣構えとんやけん、振り下ろしてこいや。そのための剣やねん。それ俺にくれ。撃ったら、撃って回復だ。一枚なや。ガードゥヘルだぜ。ゴードゥヘルだぜって言うた瞬間に死んでくれた。なんかいいね、君。空気読んでるね。おう、鎧の方が出てきた。この鎧もなんか強そうやな、なんか。どんなもんなんだろう。臭そうやな。なんかちょっと、この呪い、汗ばんでない。大丈夫かな。これはフレンダちゃんには、癖ってやれん。あれ？けどなんで？さっきあれ、まあいいか。暴力の底上げで、のやな。てか、こんな汗ばんどるもんをフレンダちゃんには着せられません。攻めします。もっと行こう。もっとガンガン行こうぜ。よし、最後の一人。さっきの二人見たらさ、
こいつがさ、なんだったかな、ピエールって名前のやつに見えてくるんやけど、人違いかな、ゲーム違うしな。なんだろうな、違うな。こいつは光の、あ、こいつは火属性苦手ではないな。フレンダーマクに攻撃されてもこっちには問題ないけど、あれひどいな、やばいな、勝てるんかちょっと不安になる。キャーってちょっと言ったの、なぜかオッケーって新しい攻撃、フレンダーだけや、とうとうフレンダーだけになってしまった。ほら、そういうパターンで前回やられたんだけどな。だからフレンダーは HP はね、毎ターン毎ターン回復するからね、これはいい勝負になるんかな、ガチャ欲しいですな。あ、そうか、銅像を見よる剣、ここで防御したわけだ。いいね、それでよし、それでよし、一応回復しておきます。こいつはさすがに倒せるだろう、倒せるイベントみたいなそんなんだもんね。でーす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 、キャキッチン、ピエール、ピエールのイヤリング、道化師を演じろってことかな、これは俺に道化師を演じろってことかな、これはどんなもんなんだろう。 HP はこれがこれで上がったやつやけん、攻撃力上がるん、攻撃力が欲しいな、どうしようかな。のののの王子でこれかな、 HP 下がるのがちょっと痛いんやけど、まあいいでしょ。一応さ、あのおっさんやってさ、倒してくれたんだで、じゃあ死ねえみたいな感じで戦いに来そうやけんさ、回復しておきます。えいーす、倒したでー。ん、なんこれ現在倒した酔っ払いの数は27人だぜ。27人倒してくれよな。倒したわ。なんだ今の。今のちょっと文章おかしくなかった?27 人だぜ。27人倒してくれよなって。倒しとるわって気づけ。なんか一泊置いて、あ、倒しとるな。おうみたいな。おう、27人倒し終わったのがお疲れさん。それじゃあちょっとバカ、ちょっとバカしだが、礼させてもらうぜ。なにこれ、魔物の餌。なんでおっさんこんなえげつなさそうなもん持ったん、魔物使いな、お前。なんなん、え、何これ、なんか手に入れていいんかわからん、大事なもんなって。魔物にあげると喜ぶ。魔物にあげたら喜ぶんだって。魔物ってなんだろうな。あかねさんはトーケン買っとこう。よし、回復アイテムは万全です。って確かな、確かね、ここ入ってないんですわ。なんでここ入って、入ったらこの左上のところが入って、次のところ進む感じでいこうかな。え、子供どの鬼ごっこやらない、やらない、めでください。ここは、ま、魔法の館です。入った人間の精神世界を探検させて、心の奥底にある特別なスキルを引き出すことができるんです。すごいな。王子が新たな技が欲しいというので思うのであれば、警察にしてみるといいかもしれません。いや、そんなところあるん。これはもう、これはもう行くしかない。これはもう行くしかないよ。のののの王子何も覚えてないからね。なんか覚えとかなあかんわ。スクラッチしよう。あ、これめんどくさいやな、そうやな。なんかめんどくさそうやな。前にもこの展開あったんですけど、前回のパートに。武器屋と防具屋でこの展開やったんですけど。ネタようなことやったんですが、いやいや、金じゃないか。なんだ、俺の心の奥底にあるんです金なん。しかも5ゴールドって安。そんなしょうもない、そんなしょうもない男が俺は。お、またあった。安っ心の奥底に眠っとんか5ゴールドってなんなん。かわいそうになってくるわ、俺も。のののの の王子も。お、なんか緑のがある一つだけ緑のがある。あれ、回数多く戦うかって壊せんパターンのやつやな。あれ無視して次別のところ行こう。だいたい全部のところ回りたいな。5ゴールドしかないとは思えんしな。なんか掘り出し物がありそうやもんね。
壊れんの？壊れんの緑の。マジかよ。じゃあ戻れってことがいいな。めんどくさいな。ってことは別のルート通れってことでしょ。めんどくさいって言ったらありゃしないぜバカ野郎。めんどくさいレジェンドじゃないかそれじゃあ。めんどくさいレジェンドだったわ。ほらな、めんどくさいレジェンドやけんな。あ、なにあれ、わざわざセーブポイント用意してるからな。メニューからセーブできるのなんでわざわざセーブポイントあるの。なんか俺怖いな、あれ触って爆発とかせんかな。大丈夫なん、ゴールドバックや。まさかあれ調べたらそのなんだっけ出てくるのかな。自分の奥に眠った力的なんだスピーチあるって。あ、いけるかや。あ、誰だ、あそこどうやって行くんだ。こっちじゃな、こっちだ。そろそろもう行けるとこ先ができたんちゃうんかね。あ、ここ来たことあるような気がするな。あ、そうでもないわ。あ、来た、どうぞ来た。ここじゃ。セーブ必須、セーブ必須、セービング、セービングです。え、なこれ、ののののの、衝撃山を覚えた。やりました、やりましたよ皆さん、衝撃山ですって。なんかすごそうですよ。はい。あの体験持ちながら全然振りかざしてこないボーネットとかいうやつ、豚野郎はとは違いますよ全然。はい。見ておきましょうスキル。はい。おう、相手を切りつけその他相手の暴力を下げる。もう使えるじゃないですか、バリバリじゃないですか。ノノノノノ王子、やっぱ天才肌ですね。まあ俺と一緒や、俺で言う実況と一緒や、天才肌っすわ。てかどうやって戻ればいいんだろう。こっちであったんかな。いやあったと思うけどさね、めんどくさいレジェンドですよ。めんどくさいんですよ、わかりますか。めんどくさいからか、そのめんどくさいレジェンド伝説ですよ、わかりますか。こっちか。あ、よっしゃーん。こっち行ってないけど、多分、いや、多分5ゴールドがたくさんあるくらいや。いや、いや、もういいっすわ。さて、多分、建物とか話しかけたりとかもう終わったと思うんで、次行きまーす。子供の相手は、なんこれ、誰だい君は。ねえねえ、ゲームしましょう。おいよ、ゲームしよるよ、今。俺、めんどくさいレジェンドってゲームしよるよ。まあ、君にもわからないだろうけどね。本物は私に話しかけられたらご褒美をあげるわ。次回に回します。これ次回に回すやつです。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ、ちなみに今回のパートの収録時間今21分になろうとしております。はい、まあこんなもんです。はい。